アキラでーす。はい、レンです。ブナです。シュンタロです。はい、ちょっとなんかコムドットみたいなもうお決まりの流れみたいな感じで、たどたどしくもう一回やろっか、うん、レンでーす。アキラでーす。俺はブナです。シュンタロです。これでどう、これでどう。最悪最悪絶妙なとこがむずいわ、そういう絶妙なとこで攻めていきたい、今後はね。なんなんそれ初めてくれゴールデンウィークか。はい、うん、中です、真っ盛りですね。ゴールデンウィークといえば野菜、野菜、春といえば野菜だね。野菜、うん、だから今日野菜を植えます。よっしゃ、ちょっと板についてきたよな、アキラも。最初のその動画のたどしさとかもあんまりなくなってさ、そのパーマーとしての自信がついてきた感じがちょっとするあ、そう、うん、まあ、やっと畑になってきたからね、うん、若大将、若大将って呼ぶようにしたのさっきからカメラ回ってないところでずっと若大将若大将だけど、その呼び方に決めたのね。うん、決めた。あ、オッケー。今日はにあるハウスで育ててたね苗たちを今日から植え付けを始めます。うん、うん、でこっちのね、あの作業も押しちゃったりしてたから、うん、ちょっと大きくなってるし、うん、早く植えてよってうち言ってるから植えてあげよう早く、うん、ね。1ヶ月前俺らが来て種植えたじゃん、うん、ポットに。もうあれがもうすごいもんね。もうすごいよ。10センチ、20センチぐらいなんで。もう今動画素人だから俺はそのまた1ヶ月前来てて、うん、そうね、俺もその前にも植えてるやつがもうねすっごいで、みんなもういい感じよね。ちょっと後で撮ろっか、うん、と10種類ぐらいね作ってるんですけど、はいはいはい、普通に JA に卸すみたいなことは僕ら一切しません、うん、はい、僕らが農業やるってことはちょっと面白い形でやりたいねっていうので、前にブナがちょろっと言ったんですけど、そのバーベキュー専門野菜を作っていきたい今後。うん、はい、なんでもうその切るとかもしない。切るとかもしない、うん、バーベキューは切る。もう網にボーンボワーッそういうことね。丸焼き、うん、丸焼き、うまいよな焼きナスとか。 うん、だからもう野菜を肉みたいに食うっていう、ね、ギュ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 みたいな。うわうまそうそれじゃあ今年の夏ここでやるか。やろうやろう。そうで、その卓を囲んでみんなで楽しむっていうのってどういう時っていうので、そのバーベキュー、うん、あるじゃん。だそういう時にそばにいてほしいな、うちの野菜っていうので、もう僕らがやっていく今後の野菜はもう夏はバーベキュー、うん、バーベキューする人たちはだるま農園の野菜を買うみたいなになってほしいなっていう。いい、ね、で今回もうこっちのメインの畑に植え替えていきます。もう石取りも全部終わって、うん、1までの段階はもう今終わったから、うん、もうこっからは農業ですよ、ね、やっと。そうだね。一までの段階が終わったの。そうね。そう。これから一だもん。やっと農家名乗れるもん。うん。楽しみだから。ね。もう何よりね、しゅんさんが楽しそうですごい。しゅんさんはもう前日猛勉強してきてますから。びっくりしたもんさっき。そのあマルチ張るのねっつって。うん、俺らが昨年やった経験をもう彼はもう取り返そうと。そうそう。気合十分なんで。頑張っていこう。うん。うん、やりますか。よっしゃ、はい、やっていこう。イエーイ。ここら辺はこれピーマンですね。ピーマン、パプリカ、シシトウだって。こっちにはナスがあって。ナスがもうちょっと紫のお花が出始めてますね。かわいい。で、こっちにはね、カボチャーって。これカボチャだ。見覚えあるね。見覚えある葉っぱだね。で、これブナと巻いたやつ。これがあの固定種のシンクロナス。はい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 、はい、うん。で、こっちはあの、白ナス。あ、白ナス。ちょっと葉っぱがちょっと。葉っぱもね、白いんだね。若干白いもんね。で、こっちが枝豆、トウモロコシと。これズッキーニね、この前巻いた。ズッキーニだ。あとこっちにジャガイモがあります。ジャガイモ、どう考えてもバーベキューですね。うん。で、今日はトウモロコシから植えてこう。どうした？うん。これ二乗植えっつって、この一列に対して2本植える、うん、まあ30センチのところで穴を開ける、土を取る、そしたらはいこいつを入れてあげる、かぶせてあげる土を。あ、そんなんでいいんだ、うん、ギュッとギュッとギュッと鎮圧っつって、うん、ギュッと押してあって、この肩の土をここにこうこうやると、うん、このマルチって中にちょっと空気の層があって、うん、熱で温められて、うん、この穴から出てきちゃうんだよね、熱風が、うん、だそれを土で塞いでやって熱風が出てくるのを防止できる、うん、これで OK、 1株、はい、でこれを30センチ間隔 で2列でやってきます。はい、OK、で、まあ、俺まずこれ伸ばすね、うんうん、じゃあここに穴開けて、
30センチ間隔だもんね。うん、やってごらんしゅん。くせえな。臭い。閉じ込められてたからな。バン。うんこ閉じこってるみたい。使える？使える。ギリ。牛のうんちだったり、鳥のうんちだったり、豚のうんちだったり、うん、が元になってる肥料だから。うん、だからうんちくせえよ。うん。うん。うんちミックスだ。うんちミックス。チリミックス使えねえかも。あとで一列でみんなで勝負しよっか。俺絶対負ける気しないわ。負けたらどうするじゃん。夜一歩ごり飲み屋。ちょっと待ってよ、あんたら高いんだよ福島の時。ほんと飲みすぎだよ福島来ると。ほんとこの間何人だ、6万ぐらいだよ。結構いたもんな。8人ぐらい。結構いた、うん、8人でも6万ってやばいからね。そっか、やばい。そうね、うん、飲みすぎだよってなる。別に高級なとこ行ってるわけでもねえもん。そう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 。まあでもいいでしょう。よっしゃ受けた、おごりね。だから作戦はおのおの講じていいからね。この列だけじゃあもう終わらせちゃおうか。うん、はい。しゅんさんどう？もうね、膝裏びしょびしょ。膝裏びしょびしょ。初のちゃんと農業らしいことやってるけど、どう、しゅんさんは？うん、楽しい。楽しくなさそう。楽しいよ、なんかね、気分転換って感じ。そうだね、うん、とってもいいよ。楽しそうな顔できないんだよね、眩しすぎて。もうさ、発揮されさ、なんか機嫌悪いブナと閉じ込められて。おいおいおい、動画であんま俺が機嫌悪いとか言うなよ。低血圧だから。機嫌悪いって、やめてくれよマジで。ブナ午前中大体機嫌悪いじゃん。低血圧よ、ほんとに。まあそんなところ好きだよ。あ、急に愛。急に愛。今から定食スピードスターは誰だを開催しようと思う。気合十分ですね。今もうこの3列植え終わりまして、今日はあとこれを全部植え終わったら終了なんだけども、ちょっともうあれでしょ、飽きてきたでしょ。あ、まあまあ作業ちょっとね、もう同じ作業に。そうだね、ちょっと今夜の飲み代をかけてやっていこうかなと思う。設定負けねえかんな。チーム戦でさ、2-2に分かれて。グッパ？まあでも、しゅんさんは農業、何、ビギナーで、アキラもちょっとあれだから、俺と、ルナは分かれて。ちょっと待って。なんでこいつが外れんの？あ、俺外れたの？あ、だからしゅんさんと一緒じゃなくて、すげえの？俺とで分かれてんだよ。なんで俺とレンで通り一品しなきゃいけない。いや、いいけどね。うん、うん、どうするじゃん、レンとアキラ。俺は早い自信がある。あ、でも俺さっきアキラとやってて同じぐらいだ。あ、ほんと？うん、じゃあレンとアキラで。まあ俺が本気でやってたかっていう話はまあさておきだけど。本気でやれよ。そうだな。そりゃそうだな。激怒。どうする？じゃあレンとアキラじゃんけんして。あ、じゃあシュンさんが誰と組みたいかでいいか。なんだよそれ。見てて俺。よし、じゃあ俺としゅんさん。しゅんさん、俺捨てんだ。いや、こいつ早いもん。僕見てたんだよ。終わった。終わったじゃないだよ。よっしゃーっつって。いやいやいや。3万か。なあ。で、アキラ金ないって言ってたから。じゃあ6万だ。やりましょう。負けねえか。で、ちょっとやってって思ったけどさ、こいつらでも結構違いがあるじゃんね。じゃんけんして勝った方が先に選ぶっていうシステムで。いいですね。いいですね。そこのね。いやでもほら、せっかくあれメートル差あるんだから、うん、ね、それやりだすと、やんなきゃやんなきゃで、ちゃんとできなくなるから。そのちゃんとやるっていうのもみんな当たり前に。当たり前なの？当たり前だから。あ、そう。うん。なんで怒ってんの？勝負って、なんで怒ってんの？勝負ってそういうことだから。農業、まず農業だから。まず農業。そしてその次に勝負。あ、そうだな、そうだな。じゃあ、じゃあいいよ。うん。楽しんでやろっていうやつだ。じゃんけんするよ。うん。最初グッ、じゃんけん、ほい。あ、行こうでしょ。シェー！うわ、でもね、全体的にバランスがいいのはこれだね。そうだね。うん。これいただきます。あ、それいいね。はい、これいただきます。お前、初心者だよ、それは。根っこ見ないと。おー、根っこだ。これはダメよ。これダメだ。ダメなの。見てほら。
絡まってんの。でもそれいいことだから、ね、強いんだからね、野菜としてはね。ダメダメ。でもその抜くときにね、ちょっとひと手間あるから引っかかるから、ね、これです。これです。ちょっと下見てる。大丈夫、俺らの全然大丈夫。あ、その角怪しいよ。詰め込むよ、始めようや。え、でどうすんの。いやだ、俺とアキラも選ぶ、うん、あ、俺も選ぶ、うん、最初はグッじゃんけんぽい。シャッ。じゃあ俺これかな、こいつ。やっぱ初心者だな。なんだよ。ちょっと待って、あれは初心者だ。じゃあ、あえて難しいの行こっかな。お前取ってくなよ、それ。なんか出るって意外とこれいいんで、これにするわ。あ、それね、全然2位だよ、2位。じゃあこれを持ってもう作戦を各々で。ああ、そうだよ、一列を完成させるっていう。あ、そういうことね、はい、俺らこっちにしよう。これじゃあ置いたらいいよ。ちょっとちょっとちょっと、それもじゃんけん。あ、オッケー。最初はグッ、じゃんけん、はい。こっちの方がいい。うん、ほら、この土の量が違う。そうなんだよ。邪魔なんだよ、めちゃくちゃこっち。お前らどういう作戦で言ってきんねん。だから俺らの作戦はもうシンプルよね。シンプルにもう、ね、両サイド攻めで、はい、ずーっとで、もう合流して終わりだ。俺らの作戦は、うん、もうシュンさんが最初にブワーッ穴開けてて、うん、で、俺がもうズンズンズンって入れて、こう何、鎮圧もちゃんとしていく、うんうん、したらシュンさんバーッていったら、次こっちから土をファッファッファッ。なるほどね、分担のベルトコンベア式ね。そう、でやってみようかな。ライン作業になるわけだ。ちょっと待って、早そうやな。いや、これはそうだな、ああ分担するまでもない。おい、どんで、あいつしてくれ。よし、いいよいいよ、行こう。いいよ、僕もこれ行きます。よーい、スタート。ちょっとちょっとストップ。ちょっとストップ。な、場所どうなのそれ。うわ、すげえいいわ。すげえいいよ、しゅんさん。ほんと？うん。こうやって一つ一つの作業を自分でやるっていうのが大事なんじゃねえかな。うん？いや、俺農業は効率だと思ってる。いかに効率よく作業を終わらせるかっていう。それは正解なんだよ。しゅんさんめっちゃいい感じ。ほんと？すげえ植えやすい。もうここでこんな差がついちゃってるぞ。こんな差がついてて、お前今一人で浮いてんだからな、お前。こっちはあっちから来てんだから。ブナが、ブナがどんなもんかな。な、急にシュンさん悪役じゃん。しかも俺一本一本ちゃんと育ってって思い込めてくから。そんなにね、うん、そんなのお前当たり前だろ、お前。なあ、取れないもんね。ブナ大丈夫？喋ってねえでやれ。いいよ、シュンさん、あと前も来ちゃって。よし、出し出し。めちゃくちゃ早いやん。はいはい、妨害です。やめんか？まだやったか、おめえ。しんどいな、これ。ブナ、まだレンタちゃん、植え終わってないからね。穴埋めたりとかしてないからね。あれ、聞いてる？シュンさん、敵チーム仲悪いぞ。なんか、しかとする。もうダメだね。その感じじゃ。ちょっと細身のやつ植え替えよっか。むっちゃ余裕あるやん。ねえ、ごめんって。まだいけるか。できた。超越してるだけ。鼻の穴できる。圧勝でしたね。イエーイ。勝った、うん、ちっちゃい枝のケチケチ言われたから全部植え直してやったわな。それでも勝ったわ。どういうことだ。ゴールここ。頑張れ頑張れ頑張れ。3位終わりました。お疲れ様。
称賛するな。よくやった。疲れ。いや、頑張ったよ、うん、トラディショナルなやり方をね、うん、全うしてて、いやいや、それはそれで素晴らしいと思う、うん、マジでお前ら嫌われてるだろ嫌なやつだぞなんだ最後の顔カメラ映ってないところでみたいなみたいな顔で俺らのこと見て歩いて、まあ、これで分かったね。なんかあの分担した方がやりやすいっていうやり方なのかもしれない負けてないやつの顔してるこいつ俺が言うやつしゅんさんの穴開けスキルがちょっと効いたね、まあ、あれが勝負勝敗を左右した、うん、それをみんな2人ができるかどうか。え、なんで俺、まあ、そっか、なんでよ、なんでお前と同じ手やそれとそっちでさ、やり方知ってるやつと一緒でやる、あ、教え合ってね、うん、確かにな、うん、なんで俺だけなんでやなあと俺普通に言うの忘れてたけど足折れてんだよ俺も言うの忘れてたけどヘルニア持ってんだよそうだよはい、あ、負け惜しみラッキーだったね、じゃあ、うん、あ、もう全部負けためっちゃいいやつや全部負けたおいアキラ兵こかないもんねこれね、いや、こいてんだよ、めっちゃ音なんねえの？せやつ出し方わかんないの？いや、なんかいるじゃん、プーンって出せるやつ、あやつだ、音出ねえんだ、全然出ないんだ。僕も気持ち音なんない。あ、なんかガバガバなんね。いや、多分ね、まあ、なんかこんなこと言っちゃうのちょっとあれなんですけどさ、あの、俺めっちゃケツ毛入ってっからさ多分こうケツってさ密着してたらそっからプッてなったらプーってなるけど、ケツ毛でポポポポってなってて多分シュシュってなるんじゃねえかな。そんな話真面目に聞くあーじゃねえそのケツの密着度が多分足んねえんだよ、はいはい、アゲハチョウがいるっていじられてたケツに、アキラのケツに、うん、面もあるわけよ。プリンの部分もあの毛が生えてるから、すごいな、剛毛じゃん。どう、ここも生えてるし、背中？背中はね、羽生えてるって言われてるよね。背中はちょっと恥ずかしいって感じ。ケツの方が恥ずかしい。痛い。焼けたね。焼けてる。嘘だ。ね。本当だ。僕焼けにくいんだよな。赤くなるタイプでしょ？俺もそう。黒くなんないの。でも俺も真っ白だよ。めちゃめちゃ元は。いや今日あれ塗ってあげるよ。あ、本当だね。真っ白。真っ白だし、黒くならんし、あんまり。確かにアキラずっといつも赤ニーチャイチャしてるの何を喜んでんのそれで。しょっぱいでしょしょっぱいでしょじゃないの、ね、あんまり、あ、うまくないだろうな気持ち悪い甘かった気持ち悪いよ。ドキドキした、なんか久しぶりに中されで？でじゃねえんだよもう忘れたよ、もうあの言葉よくでいけたな、その後。それなに？これ、これ、うん、何それ、あ、線なのそれ、うん、なんかすげえ細かく文字が書いてあるとかじゃなくて、うん、ただキロは入れねえの、あのタイミングがないだけなんで、うん、入れたい、入れたいかも、和柄を昔から言ってるよな、うん、財布とかも浮世絵とか彫られてる、最高。笑ってるな , 笑ってなかったべな、今ずっとバカにしてるもん。かっこいいと思って、俺かっこいいと思ってさ、お前に見せたらさ、ちょっと笑ってたよ。ずっと半笑いなんだよ。そんなことないよ、いいじゃん。アキラはでも和の方が合うかな。あ、そう。背中だるまとかでいいね。あ、いいじゃん、だるまの。せっかくなのね、でっかい和のパン。今、俺真っ白のキャンパスだからさ、パン。いや、真っ白のキャンパス、まあ、毛はあるけど、やばいな暴走暴走がすごいよ、お前何も入ってないから、うん、若干説明しなくても分かってた上でのなんどうしたのおもろいっしょの言い方しやがってな俺俺はいはいはい、真っ白のキャンパス、やだやだやだお前、今日の飲み会まで引きずんなよ、それ。明日は何すんの？明日は植え方だよ、同じ。まあ、今日トウモロコシどこまで行くかって感じだけど、多分なんかこの調子だと終わりそうだな。そしたら、明日朝一、あそこの
ところマルチをしてさ、そこにナスを植えようかななんて考えてる。気持ちいい。じゃあまた明日。あちらです。レンです。ブナです。ケンタロウです。2日目です。はい、2日目です。今日ちょっと風強いね。風強い、うん、ちょっと今日風強いんだけど、うん、ナスの植え方やってきます。ほい。さっき午前中マルチ張ってく作業して、はい、昨日トウモロコシかやり終わったんで、今日はちょっとナスをね。ナス何種類あんの今日？1種類。ナス1種類。なんかそのナスを植えるので気をつけることとかある？ナスあの風で折れやすいんで、一緒に支柱を立てて支えを作りながら植えていきます。うん、ちょっとごめん、これいくないもん。いや、あ、やめない。あ、そう。じゃあ始めますか。やりましょう。よっしゃ。ほら、終わりどこわかんないじゃん。オラギノールの CM みたいになっちゃうから。画像にあえて喋ってるみたいな。この列の真ん中に植えていく。今回は一列で、うんうん、はい、穴を開けて、はい、土を取ってあげて、今日はこの肥料も一緒に植え込んであげる。これを一つかみ噛んで、うん、その中に入れてあげて、ちょっと中の土とこう混ぜてあげて、直に触れちゃうとあんまりよろしくないね、ここに、うんうん、でこの2本指で挟んでひっくり返すと、ほら、根っこがびっしりだね、うん、素晴らしいね。ほい、こんな感じでね、植えてあげて、でまた土をかけて、ぎゅっ、この状態、はい、うん、でこの支柱をこことここの真ん中ぐらいに斜めに刺して、斜めなの？斜めなの？そう。でこう刺してあげて、これでしっかり動かないよね。うん。そしたら、よいしょ、このカッターを適度な長さで切ってあげて、これ見ててほしいんだけど、まずこのナスの木の方に入れる、真ん中ら辺にね、うん、そしたらここのナスのところでクロスさせるの。クロスさせて、はいはいはい、でこっちでクロスさせるとこれ8の字になるじゃん、うんうん、固い方でギュッてやるから、うんうんうん、ナスの方でギュッてやっちゃうと、なるほど、ナスのポキンだと、そっちは柔らかくね、そうそう、結んであげて、うん、こうね、こうするとほら、でこれナスがこれもっとね太くなんだよ、ここの、うんうん、だからあんまりキツキツにしてもここで鬱血しちゃうっていうか、うん、だからまあそんなに強くやんなくていいけど、うん、こんな感じで、そうすると風が吹いてもこんな感じ。楽しみ。頑張れよ。やってね。分かった。一個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 頑張れよ。やってスタートです。 OK です。スタート。はい、ナスは別にあれしなくていいの？ん、この穴埋めるみたいな。いや、するな。後で。うん、後ででいいかな。で、穴もでかいからさ、それはスコップでやってもいいしね。はい、お疲れした。あっち。すごいね。すごいこれ。すごいね。あらあら。あらあら。痛い痛い。痛い痛い。ごめん。痛っ。それは何？明らかに切れてるの？それと太陽に切れてるの？どっちに切れてるの？痛て、ペシャーッと痛いですよね。よくやったわ。いや、よくやりました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。畑って感じだね。うん、そうね、うん、育ってくれますように。ちゃんとやった？あの、育てよう。やったよ。あ、そう。1葉っぱ1葉っぱやったよ。お前、1葉っぱ1葉っぱやったの？これ7葉っぱあるよ。1本につき1本7葉っぱあるよ。7葉っぱってそういうことね。俺、掛け算してんのかと思った。はい、じゃあついに農業が始まった、うん、中分けでね、始まりの時だね、今日は。うん、今日じゃね、昨日今日か、トウモロコシ植えて、ナス植えて、列になってるところにどん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 植えていくから、ビャー、ビャー、楽しみだね。めっちゃ楽しみ。あっちの奥の方までか。奥はカボチャが入る予定。はい、壮大だべな。壮大だね。ここ全部緑になってさ、ね、どんなんだろうね。最初来た時さ、俺の身長ぐらいの草がボーッ入ってたからさ、ここさ、うん、これが僕の畑ですってできるってことでしょ。ここそういうことだな。なんかもうあの石すらちょっといい感じ見えてきたもんね。確かに。畑のインテリアというかさ。なるほどね。なるほどね。あそこにやる？スプレー缶で。あーもうそういうの、本当そういうの違う。もう全然違うし、ちゃんと穴くそほじるな。よかった。いや、やらない。けどほら、
石だから崩れちゃう。そうだな、ね、よくねえな、お前。優しいな。いいと思ってなかったな、お前。めちゃくちゃ優しい。知ってたぞ、今。疲れた。いやだいぶお疲れのようで、俺も今カメラプルプルしてるもん、腕がパンパンね。土のほじほじ。その手やめて。モグラの手。ちょっとずつ道具とか使ってグレードアップしていこう。そうだね、終わって。終わりますか。うん、じゃあまたこの成長を楽しみにしてるな。はい、じゃあまた。